ピアノのために、は、クロード・ドビュッシーが作曲したピアノ曲集。1901年完成。ただし、第2曲のみ、1894年に、忘れられた映像の一曲として作曲されたもので、1896年に、グランジュルナル紙の付録として単独で発表された後、変更を加えてこの曲集に組み入れられた。初演は1902年1月11日の、 国民音楽協会の演奏会で、リカルド・ビニエスによって行われ好評を収める。出版は1901年で、第1曲と第3曲はそれぞれ、ドビュッシーの弟子だったボルムス・ド・ロミリート・ニコラ・コロニオに、第2曲は、忘れられた映像と、同じく、ルアール夫人に検定された。ベルガマスク組曲と、同じく各曲には、古典組曲に習った題名が付けられている。 しかし作曲には約10年の開きがあり、全音音階や半音階を生かした語法ははるかに革新的になっている。技巧的なピアノ処方も駆使されており、ドビュッシー独自のピアニズムの始まりや最初の成熟したピアノ曲と評される。AB レスル、フランソは、プレファス。ヘンレ、で、2018年5月17日へ閲覧。第3曲、月の光を除く。 A.B.C.D. 松橋あさり、作曲家人と、作品、ドビュッシー。音楽の友者、社。P.182。作曲家別名曲解説ライブラリー10ドビュッシー。音楽の友者、社。P.102。ケラー。ジェームズ・ M、ドビュッシー。サラバンドドンセ。サンフランシスコ・シンフォニー。2018年5月17日。閲覧。ありがとうございます。